こんばんは、おにぎり太郎くんだよ。今回紹介するのは、1989年公開のアメリカのホラー映画、ペットセメタリー。スティーブン・キングの同名小説の映画化だよ。2019年にもリメイクされたけど、リメイク版とはラストなど結構大事なところを異なっているよ。物語は、ルイス一家がシカゴから田舎町に越してきたところから始まるよ。ルイス一家は、医者のルイスと奥さんのレイチェル、猫のチャーチを可愛がる長女のエリー、そしてまだ小さい長男のゲージの4人暮らしだよね。新居にテンションの上がったエリーは、安全性も確かめないでいきなり木にくくりつけてあったブランコに飛び乗って遊び始めるよ。そして案の定ちぎれちゃうよ。号泣するエリーに夫婦で揃って駆けつけてると、その隙にゲージが道路に飛び出しちゃうよ。ちなみにエリー役の子がハスキーボイスがとっても可愛いから字幕がおすすめだよ。暴走してきたトラックにあわや引かれそうになるゲージだけど、間一髪隣に住む老人ジャドに助けられるよ。ジャドに感謝しまくるルイス夫婦だけど、このじいさんこの後とんでもないことやらかすよ。ジャドはなぜかルイス一家をルイスの家の近くのペット霊園、そうペットセメタリーに案内するよ。そもそもなんでそんなところを案内したのか、ちょっとよくわからないね。僕の愛犬も眠ってるんだ、なんて、だらだらとジャドが説明する中、ルイスは霊園の先の細道が気になってたよ。ルイスはもう話聞いてないよ、ジャドさん。その場、ルイスとジャドは酒を酌み交わすよ。飲みながらジャドは、この辺は車の通りが激しいから、ペットは去勢した方がいいよってルイスに忠告するよ。一日こんな話なんだね。なんか嫌な酒だな。そんなある日、ルイスの勤める病院に事故で重傷を負った青年、パスコーが運ばれてくるよ。ちなみにこのパスコー役の声優さん、DVD 版だと山寺宏一さんみたいだよ。吹き替え版も捨てがたいね。瀕死のパスコーに看護師たちは諦めムードだけど、ルイスは最後の最後まで諦めないで助けようとするよ。でも、必死の手当ての甲斐もなく、パスコーは帰らぬ人になっちゃうよね。だけどその夜、ルイスの前に死んだはずのパスコーが現れるよ。助けようとしてくれたルイスに恩返しをしたいみたいだけど、これがルイスの運命を大きく揺るがしちゃうよ。パスコーそれ裏目に出ちゃうからね。パスコーは、ペット霊園の先の細道を指さして、あそこには行くな、絶対に行くなよって、何度も何度も釘を刺すよ。寝ぼけ状態で頭もぼんやりしてるルイスに暗示のように唱えるパスコ。本気で止めたいなら方法間違ってるんだよね。若いな、パスコ。数日後、レイチェルたちが帰省中にエリーの猫チャーチが車に轢かれて死んでしまうよ。エリーが悲しむと告げると、ジャドはいい場所があるとルイスをとある場所に誘導するよ。そこは霊園の先の細道に続くペットセメタリーだったよね。ほらね、パスコーは多分ルイスじゃなくてジャドに忠告しなきゃいけなかったんだと思うよ。ジャドが君が掘らなきゃダメだって言うから、ルイスはジャドに言われるがまま墓穴を掘るよ。これが本当の墓穴を掘るなんてね。翌朝、地下室にいたルイスは薄汚れたチャーチを見つけるよ。すごい臭いんだって。ああもう、ね。臭くなったチャーチはルイスを引っかいちゃうよ。ちなみに本作では、引っかかれたり噛まれたりしても感染はしないよ。ルイスは、生き埋めにしたんじゃないと、ジャドに相談するけど、ジャドは、間違いなく死んでたよって断言するよ。じゃあ、今までに人間を埋めたことはっていうルイスの問いに、明らかに動揺するジャド。ギャグ並みにうろたえるから、ちょっとほっこりするよ。一方その頃、お手伝いさんが病気を苦に自殺して、妻のレイチェルは幼少期に亡くなった難病の姉の存在を思い出すよ。難病のお姉さんを介護してたけど、怖がってたことを後悔してるみたい。まあ、でも子供に介護させるのがもう間違ってるからね。ペット霊園近くに住むルイス一家は、お隣のジャドを招いて庭先でランチを楽しむよ。ケージはたこ揚げをしているけどね。みんなが談笑する中、パパとたこ揚げをするゲージだけど、パパがちょっと目を離した隙に道路に向かうよね。こちらに向かってくるトラックのうんちゃんは、
爆音にノリノリでフルスピードだよ。別人みたくなったルイスに、チャドはペットセメタリーに埋めるとか考えちゃダメだよって諭すよ。ルイスがやりそうだったから、チャドはあの墓地の秘密を話し出すよ。その昔、一人の青年があの墓地で蘇ったことがあったんだって。蘇った青年ティミンは暴れまくって、チャドが始末したみたいだね。そこに住み続けるチャドもすごいね。ゲージの葬儀を終えて、再び帰省するレイチェルとエリーだよ。でもエリーがなぜか帰らないとダダをこねちゃうよ。エリーは予知夢的なのを見る能力があるらしく、それでルイスの行動を察知して怖くなっちゃったんだね。でも子供だから夢のところどころ覚えてないよ。ルイスは恐怖で泣きじゃくるエリーに大丈夫だよって声をかけて安心させるけど、超嘘の笑顔だったよ。めちゃくちゃ企んでるよ。二人が帰省するや否や、ゲージの墓の隣で座るルイス。そこにパスコーが現れて、ルイスを止めようとするけど、ルイスはこともあろうか、うまくやるからって言い出しちゃうよ。パスコーは幽霊なんだからさ、幽霊仲間としてゲージの幽霊は連れてこれないのかな。もしできるんだったら、ゲージ本人の口からパパやめてって言わせたらよかったと思うんだよね。まあ作品成り立たなくなっちゃうけどね。一方その頃、レイチェルの実家では寝ていたエリーが悪夢にうなされて起きちゃうよ。ただならないエリーの様子に、レイチェルはルイスに異常はないか電話するから心配しないでねって約束するよ。とはいえ、半信半疑のレイチェルだったから、パスコーが心に語りかける形でレイチェルにヒントを与えるよ。パスコーのヒントによって、レイチェルはやっと事態の深刻さを理解するよ。ルイスのいるはずの自宅にかけるレイチェルだけど、ルイスが出ないからすぐに隣のジャドの家に電話をかけるよ。すべてを察したジャドはレイチェルを止めるけど、レイチェルはジャドの話を聞かずに今から家に帰るって強引に電話を切っちゃうよね。レイチェルが家に向かう頃、ルイスはゲージの墓を掘り起こす行動に出ているよ。冷たい体のゲージを抱いたルイスは霊園の先の細道、ペットセメタリーを見つめてるよ。飛行機で自宅に向かうレイチェルと補佐役のパスコ。時間系列がちょっとあれって思うけどね。かたや飛行機で、かたや近所の墓地に埋めるだけだからね。まあ、でもレイチェルたち早くって思うよね。ゲージを胸に抱いてペットセメタリーに向かうルイスと、ルイスを止めに家に向かうレイチェルと優しい幽霊パスコ。そしてなぜかただ見守る隣人のおじい、ジャド。レイチェルたちはルイスを止められる？衝撃の展開はぜひ DVD でね。君ならどうする？見てくれてありがとう。バイバイ。